さあ、金子さん。はい。発表になりました。基本、初期メンバー、重視。はい。で、はありますけどね。はい。うん、ではありますけれども、青山くんを入れた。うん、これは、辛い見方をすると、長谷部くん、出られなくてもいいようにっていうことですよね。なるほど。なるほど。長谷部選手はね、ちょっと怪我がどうなんだっていうところの投稿所にあるからってことも含めて、うん、僕はセンターバックが一番ピンチかなと思ってたんですが、うん、ザックの中では長谷部がいなくなった時っていうのがまずサプライズというかプライオリティ一番だったんでしょうね。ミッドフィルダーだったんだと、うん、まあでもこれはすごく積極的な采配ですか。はい。点を取れるディフェンス入れるのも積極的ですけど、それは中盤の選手入れる方がより積極的ですから。そういう意味では金子さん的にはもう評価すごくできる人選ということですか、うん、できますね。はあ。そしてまあ多分おそらく明日のスポーツ新聞、そして今日の夜のスポーツニュース、ほとんどがおそらくここに集中するでしょう。吉田君、大久保選手選ばれました、ね、まあまあでもね、本当にあの2ゴールで僕はザックの気持ち動いたと思います。土曜日の2ゴールでこの間の、はい、どっちも実は勝負が決まってからのゴールであんまり重要なゴールじゃなかったんですけれど、あそこで2点取ったってのは本当に大したもんだったと思います。僕の驚きは、はい、J リーグで結果ここのとこ出せなかった斉藤くん、横浜の学ぶくん、斉藤学ぶ選手、これはつまり日本の武器は速さですよ、うん、高さじゃないですよっていうことで固まりましたね。いわゆるやっぱりさっき言いましたパス回し、はい、インテンシティですね。はい、まあ、うん、吉野君も一発の速さ持ってますし、うん、それが青山君も寄せの速さ抜群、うん、キーワードはだから速さですね、このチーム。だから豊田選手じゃなくて、はい、斉藤選手の方が選ばれた、はいはい、この決断、決断というか、まあ、ザッケロニアでもこういうチームを作りたくて4年間やってきたんですよね、はい、だったら大きな選手使うんであれば、うん、トゥーリーを呼んでるはずなんですよ。なるほど。僕はすごくこれで世界に向かっていくってのは楽しみでしょうがないですね。僕来週かな、うん、ヨーロッパ行くんですけど、その時にちょっとロンドン寄ってブックメーカーで日本対ドイツ決勝、うんうん、ちょっと100ポンドほど買っとこうかな。あら、なくはないぞと、うん、4年前は決勝トーナメント進出したら奇跡だって僕言ってましたけれど、うんうんうん、今回決勝に進出しても奇跡じゃないです。それぐらいのメンバーが今回選ばれたと、はい、面白い。いやだからもう僕はなんかフィジカルにどう対抗するかって、このサッカーのやり方が最も日本のやり方として正しいんですよね、はい、頭の良さと速さで生きていくと、それが日本人だと、はい、楽しみです。